こんにちは、ゆっくりリグルです。こんにちは、ミッシーです。見た、タイトル。うん。君たちはどう生きるか、だって、これだと本だか映画だかわからないね。かぐやが来てるわよ。ようやく見てきたわよ。映画。宮崎駿の映画だね。うん。もともと吉野源三郎の書籍の方を、テーマにしようとしたんだけど、サムネにタイトル使ったら、誤解されて視聴数が伸びちゃうかもしれないと心配して。その心配はいらないわ。詐欺にならないように、見ておいたのね。じゃあ多少は映画に絡めて、何か解説するのかい？いや今自分にあまり予備知識も多ず見るぐらいなので、映画の解説などできたものではないけど、この世界観を援用させていただきつつ、君たちはどう生きるかを考えてみたい。私の初見の感想と好きなシーンは言えたいボタンをします。なんでよ。今回の映画は、神話の世界とか異世界というだけでなく、人が転生するその前の世界というあの予感が、割とはっきり出ていたように思うけど、それをあの世を上と表現するかしたとするかはまあ別として、近代の心理学をルーツに持つと、潜在意識とか深層世界とか下に書きたくなるのかもしれないけど、ここで言うとわらわらという子供の魂のようなものが上に上がって、この世に生まれてくるという感じだったね。ちなみに宮崎さんの変えるような向こうの世界観ということで、これより透明感のある展開もあると思うんだけど、やはり従来のような妖怪チックな世界が描かれており、これに郷愁を感じる日本人は多いのかもしれない。うん、ただ、異世界は時々この世から迷い込む世界というだけではなく、向こうに帰りまた生まれてくる世界という点で、より積極的に描かれていたんじゃないかな。そうですね。で、この鳥たちは何なの？正解があるのかどうかわからないけど、何らか人間を象徴するものでしょうね。彼らも上の世界に出ると、ペリカンやインコになってしまうんだけど、人間性を表現しているんじゃないかな。人間を、食欲はあるが無個性で無邪気な可愛いものたち。わらわらね。それなりの義務感は持つがそういう人たちを食って生きるものたち。ペリカンね。規律はあるが欲も闘争心もあり増え続けるものたち。インコね。迷っているものたちと、魚を待っている人ね。類型化しているのかもしれない。もう一つ、別種の人たちがいて。王子や姫、キリコや真人のような、下の世界でも人間として描かれている少数の者たちだ。確かに。主人公の真人は、吉野源三郎氏の、君たちはどう生きるかを読んで涙しているが、人間にはそういう人たちもいる。おそらくだけど、宮崎氏にも、そうした体験があったのではないだろうか。で、人生のどこかで、環境破壊が進み核爆弾も存在するこの世界を、変えなくちゃいけないという使命を抱いたんでなかろうか。ふむ。あの世代、鎮守の森が切り裂かれ、宅地工場地造成で育った環境がみるみる消えていった時代だ。妖怪世界も消されていったのね。それでナウシカやトトロといった作品をこの世に生み出して、この世界に環境保全の思想を植えて、高度成長時代に反省風を吹かせたことに、実際に成功された方であろう。僕は、そういう人の役に立つことを志し、その使命を生きたんだ。この作品でその原点を明かした。さあ、君たちはどう生きるか、と問いかけたのではないだろうか。それにしては、難しかったんだけど。まあ、個人的な解釈です。世界は未だ不安定だ。そういう世界を、変えていくのは今を、これからを生きる人たちなのだ。確かに環境問題の反省風を利用し、それを模様やお金や支配欲にしようとするものは後を絶たないね。皮肉ったね。でも、もしわらわらやペリカンやインコのような人として生まれたとしたら、どうしようもないんじゃないの？自分が生まれた世界をそのまま受け入れて、常識と所欲に従って生きていたら、やっぱり汚れた石を積んで、バランスを失う所要しかできないんでないの？それをしていることすら自覚できないんでないの？まあ、そうだね。人は愚かな生き物だ。そんな結論でいいの？ミスティは嫌だ。人の善なる心を信じたい。愚かでも、なんとか世界を良い方向に進めたい。という人に、この映画を届けようとしたのではないだろうか。きっと本の、君たちはどう生きるか、のテーマも、そうなんでしょうよ。救いがあるのね。そういう意識を持った方の芸術作品というのが、人生の意味に気づくきっかけになるのでしょうし、本来の宗教の意味もそこにあるんでしょう。例えば、仏教であれば、この世において教えでもって、わらわらやペリカンやインコや迷っている人を、より認識力の高い人へと変える修行法や力を持つ。なるほど。まあ、人は誰しも仏性を持って生きているから、あのようなわらわらのような描き方は、ちょっと無個性に描きすぎだと思うんだけれども、いろんな個性を持ち、縁のある人たち、友達たちと、この世界を良い方向に変えていくのが、人生なんでしょうね。その良いと信じる方向がまた、難しいのよね。そうだね。まあ、例えば、住処を奪われた妖怪たちであれば、人間は憎いし、環境破壊は全て悪になるんだろうけど、国を富ますことが欲ばかりでなく、他国から侵略されないような国防力になることもある。大きな世界観で正義を語るのは、本当に難しいことだと思うんだ。で、そろそろ本題の書籍の方に入っていきたいんだけど。そろそろ5分なんですけど。私もこれを多分大学院生ぐらいになって読んだんだけど。出たな。時間ないのに。やっぱり途中、涙したのね。ふーん。進行なんだから、
どこで？とか聞かないの？どこで？コペル君に書き残している、おじさんのノートの言葉なんだけど。自分では気がつかないうちに、他の点で、ある大きなものを、日々生み出しているのだ。それは、一体、何だろう。コペル君。僕は、わざとこの問題の答えを言わないでおくから、君は、自分で一つその答えを見つけてみたまえ。というあたりなんだけど。四節の、貧しきとも、のところだね。会ったことのない方だけど、吉野さんという著者の、後世の人たちに送る優しさのようなものに触れたんですね。確かに長い学生生活で、消費ばかりしていて、何一つ生産していない時期だったから、余計だったかもしれないけど、でも何か答えみたいのはうずいていたんですね。多分、日々、心に思うこと、悪いことをしたら反省し、できるだけ良い心を持って生きようという思いそれ自体を、この時空間に残していっているのだと。目には見えないけれどね。多分その連鎖が歴史を彩っているのでしょう。ありがとう。埋めてあげるのかい？で、こちらの漫画では省略されているんだけど、原作の9節は、水仙の目とガンダーラの仏像なんですね。ニーズが学校での道徳レベルだと、カットされてしまったのかもしれないが、ここにこの本の主要テーマの一つがあると思えるのだ。生命と宗教と歴史かな？水仙の目では、動植物、人間に宿る、生命の全身力に共感しているんですね。ガンダーラの仏像では、何十億の人々が、生まれては死にながら一生を送る中で、仏教や仏像を伝えてきた歴史の脅威が語られているのね。多くの人々の命が繋がって、地上を黄金の蟻が這うようにして、真理を伝えようとする。断崖に仏像を掘り、その人を支え、絵の具を開発し、読めない文字を翻訳し、数多くの人たちが、人生を灯してきたのね。経典を伝えることに使命を持ったり、美味しい食材を作ることに使命を持ったり、それは人それぞれなんだけど、その使命こそが命なんですね。使命が運転手であって、肉体やそれを形成する遺伝子は乗り物なんですね。この捉え方は教習のあるものなんだけど、現代では、個体が乗り物で、遺伝子がずっと残る情報ということで、似て非なるものに置き換わってしまっている。元に戻さないといけないんですね。ということに使命を感じる人もいるんですね。そうなんだ。で、世界観に戻ると、この世界というのは、こちらの世界だけではなくて、圧倒的に両方にまたがる世界なのだ。そこから生まれ、そこへと死んでいく世界丸ごと考えないと、生命は完結しないのね。だから、科学が論拠にしているデカルト哲学でも、カント哲学でも良いんだけど、目に見える世界だけを扱うというルールで、生物学を説明するのは良いとして、歴史を含む生物史は、それだけでは材料が足りないよというのが、このチャンネルのブレていない主張なのですね。進歩もしてないけど、遺伝子配列を読み解いて、系統を類推するということでは、科学ほど力を持った学問はないけれども、歴史はそれだけでは扱えないというのね。だから、色即是空とか色心不二とか、三体円融の世界観が、人生観や歴史観を見るために、必要だということを述べているんですね。その両者を見る視点というのが、本作の冒頭のコペル君の心境に少し近いのかな。そうだね、高い視点で、自分や人々の関係性の連鎖を眺められる心境だね。科学も元よりこの透明な心境に端を発しているが、科学というのは、この世界観から一部を切り取って、物質とそのルールを扱うことに取り決め。現代は、科学者がこちらの世界を扱っていても、飢え死にしないで尊敬を得られる世が作られている、ということなんですね。いや基礎科学にお金を使える社会は、豊かな良い社会だと思っているんですよ。ダーウィン論は、こちらの世界枠のみでは有効な理論ではあるんだけど、歴史や生物史を扱うのであれば、生まれては死んでいく本来の世界丸ごと存在することも、考慮しないといけないのですね。ダーウィン論が独り勝ちする世界観に閉じこもっていると、見えてこないのだけれども、人生どこかに気づきのきっかけはあるんですね。宮崎駿氏もそのトンネルを、映画の形にして作ってきたんだろうね。ぜひ書籍、君たちはどう生きるかをお持ちの方は、水仙の目とガンダーラの仏像を未読いただき、生きとし生けるものの生命力と、歴史を形成する多くの生命の演技に、もう一度思いを馳せてみてください。人類を乗せた地球儀を一緒に回してきた生命のことを考えると、単に遺伝子に操られた物体が、生存競争してきた歴史ではなく、もっと温かいものが感じられることと思います。人々の残した芸術作品、生物たちが編んできた環境、そうした恩恵を心で感じた時に、私たちはどう生きるかが見えてくるのでしょうね。はい、では今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。